皆さん、ムカついた人はね、3発までだったら拳銃で撃っていいですからね、よろしくお願いします。いやね、僕、今日皆さんにとっても大事なことをね、話さないといけないんですよ。まあ、何かと言いますと、僕ね、今日、髪切ってきたんですよ。あー、迷ったそうですね、まあそうなりますよね。だって僕今日、ここ入ってきて、後輩に同じテンションで同じことやったら、後輩ですよ、後輩に殴んぞって言われたんですよ。いや、ひどいな、怖いな、殴んないでよって思ったんですけど、まあ、ただね、この話続きがありまして、で、僕はね、床屋に行って髪切ったんだよって、どんなところに行ったんですかって、1000円かって言ったんだよ。1000円でそれですか。いやいや、3000円かかってる。え、なんでですか。割引使ってね、4000円が1000円カットされて3000円になったんだよってね。あー、迷ったまあ、今の話を後半にしたらぶん殴られたんですよ。ペットボトルスパコンってやられて、まあ、後輩はひどいぞっていう話なんですよ。まあ1ヶ月前くらいなんですけど、もう1ヶ月前の話なんですけどね、お正月、後輩たちから明けましておめでとうございますメールが、まあ、僕も先輩ね、ちょっともうこの芸歴こう見えてこの程度で8年くらいやってるんで長いんで、後輩たちからおめでとうございますメールが来るんですよ。早いやつは1日ですからねって、でちょっと遅れたやつが3日くらいにおめでとうございますっていうメールが届いたんですよね。で、僕はそれに対してありがとうございますっていうメールを返したんですよ。するとね、後輩からね、いやいや、明けましておめでとうございますですから、森谷さんお祝いするわけじゃないですよ。まあ、ツッコミメールが来たんですよ。まあ、ただね、僕の誕生日1月3日なんですよ。なんで森谷さんをお祝いするつもりがないんだよって思いましてね。お前らさん分かってないとじゃん。すみませんね。いや、まあそんな感じでね、ちょっと後輩は冷たいなっていう感じなんですけどね。うん。はい、終わりです。どうもありがとうございました。